こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はバレない副業ということでね、えー、バレにくい副業を探してるなら、輸出ビジネスがおすすめですという話です。まあ、輸出ビジネスで、まあ、これね、えー、確定申告、ね、あるいは会社への、えー、報告というのでね、えー、どうすればいいでしょうバレないでしょうかというご相談をいただいて、まあ、いろいろアドバイスしたんですけど、 ま、結論としてね、ば、ま、れ、あ、ない副業といった面では、えー、輸出ビジネス多分一番じゃないかなと思います。まあ、そんなばれない副業、ねえー、そのばれない副業を探してましたという方はね、まあ、こちらにメールアドレスとお名前を、えー、記入して登録するボタンを押してください。そのばれない副業、無料アマゾン輸出メールセミナーが、えー、届きます。でね、結局マイナンバー導入で副業バばれるリスクが高まりました。 どこにでもマイナンバー出さなきゃいけないという風になってきてます。で日本で販売する輸入ビジネス、あるいはアフィリエイトビジネスに比べて、輸出ビジネスは会社にばれにくいですで。会社のみならず、まあ、こっそり言いますが、まあ、公務員にもね、輸出ビジネスは人気です。やっぱね、えー、この、まあ何しろね、海外で商売しますんでね、 えー、日本のその会社だの何だのっていうのがね、えー、把握できる可能性は非常に低いというのがね、えー、メリットです。で、まあ今はね、えー、副業を認める会社が増えたというのもあるんですけど、まあ、じゃあ実際問題ね、えー、副業をやって、まあ、会社の評価にプラスになるか、ねえー、副業がバレたら会社に居づらくならないのか、まあね、 だからね、まあ、結局、まあ、認め、認めてるとね、いう場合でも、まあ、こっそりやるに越したことない。だって、給料がちょっとね、あいつの方が多いとか、そういうので揉めるぐらいですから、まあ、副業で稼いでるとなってね、認めてる、認めない以前に、まあ、えわ、ー、かんないようにやった方が、それ、それに越したことがないというのは当然あると思います。 まあ一方、ね、えーまあ、副業、ね、バレたらまずいというような割とこう高い、ねえー、所得のえ会社はばれない方がいいんですけど、まあ、そんなのどうでもいいんだよというところだと、ね、もう何しろ年収200万以かとか300万以下になるわけですから、まあ、非常に苦しいえところです、ね。ですからね、今このま平均以上。 取ってる方はまあバレないようにや,やるに越したことないんでバレにくい副業、ね、心がけて、えー、輸出ビジネスをお勧めします。でまあなんだかんだ言ってね、えー、平均以上の勝ち組みであってもまあ、世界と比べると日本の所得はやっぱ低いと。まあ、結果どういうことが起こるかというとまあ、えー、働かなか働くなくなった後に、えー、十分暮らしてくるだけの所得を蓄えるのは非常に厳しいと。ね、でまあ。 株式投資、長期の株式投資とかがね、まあ一番勝率の高い資産作りなんですけど、まあ、これもね、えー、国が衰退していく中じゃね、株価も上がりませんから、長期でやったところで儲かんないというところがあってね、まあ、投資というのは結構ね、えー、賞賛が低い、ね。そうなってくると結局は、もうその時稼ぐ力を身につけるしかないと。でそれには まあ、輸出、ね景気のいい国を相手にする輸出ビジネスが一番おすすめです。オーストラリアアマゾンが今ね、プライムサービスを開始しました。でただ、オーストラリアならではのね、特性とかそういうことがありますんで、まあ、それがわからないとね、なかなか稼ぐ以前に参加するのも難しいというところがあります。ただ、 ね、オーストラリア私住んでましたんで、そのオーストラリア事情等はわかりますからね、えー、オーストラリアアマゾンで、まあ、どんな風に稼ぐのかね、ね、えー、なぜ稼げるのか、で、またね、えー、なんでバレにくいのか、まあ、そういう情報もね、えー、配信してきますんで、まあ、こちらのメールアドレス、ねえー、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押して、無料のアマゾン室メールセミナーに今すぐ登録してください。バレにくい副業を探しのあなたには、 えー、Amazon 輸出がおすすめです。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。